ラジオにてサカナクションボーカル山口一郎さんがタイアップの影響力をかみしめる瞬間がありました。リスナーと直接会話する企画で、周りにサカナクションが好きな人がいないというファンに対して山口くんは、周りのみんなはどんな音楽を聴いているの？と質問すると、ラッドウィンプス、ワンオクロック、バンプオブチキンといったバンドが挙げられた。サカナクションを進めてみるも、なんか地味じゃない？と一括されたそうです。次に山口くんが話題の映画、バクマンの主題歌にもなった楽曲、新宝島はどうだったか？と尋ねてみると、映画を見た人がいたりして、ミュージックビデオ面白いし、かっこいいという話題になったらしいです。これに思わず山口くん、やっぱりタイアップか、と寂しそうにつぶやく。スタジオで笑いが起こる中、さらに続けて、やっぱりタイアップ効果ってあるんだよなぁと。何かを胸の内に抱えているような様子でした。確かにタイアップの効果は凄まじく、ラッドインプスは映画、君の名はの主題歌を歌ったことで、今年大ブレイクを果たしたし、バンプオブチキンも天体観測がドラマ天体観測の挿入歌になったり、サイリンデーが映画ワンピースザムービーデッドエンドの冒険の主題歌に、花の名が映画オールウェイズ続3丁目の夕日の主題歌になるなどして、幅広く一般層からの知名度を上げました。ワンオクロックは映画ルローニケンシンシリーズ3作すべての主題歌を担当し、注目を集め、ドコモの CM ソングに起用された、Wherever You Are は発売から5年半経った後に iTunes トップラソングランキングをの1位を記録しました。売上が飛躍的に伸び、知名度もぐんと上昇するいいこと尽くしのタイアップでは、なぜ山口くんは微妙な反応だったのか、本当のところは分かりませんが、そこにミュージシャンのプライドはあるんでしょう。タイアップの影響は絶大ですが、それによって偏ったイメージがつき、ファン層がガラッと変わる可能性がある。NHK のソングスに出演したラッドインプスは、君の名はの劇中歌ではなく、最新アルバムから別の4曲を披露しました。昔からのファンには好評だったらしいんですけども、視聴者からは、全然前世やれよ、と激怒していたというんですね。すっかり君の名はバンドというイメージがついているようです。アレクサンドロスも渡り鳥がタイアップにより大ヒットしましたが、中にはもう渡り鳥聞いたら五郎丸しか出てこないんだけど、渡り鳥とか私的には五郎丸のイメージやわ。みんながドロスのことを五郎丸のバンドって呼ぶのにやめさせたいと、アサヒビール CM のイメージが強くなりすぎているようです。小室ファミリーなどが CM など頻繁にタイアップを組んで爆売れして、タイアップ全盛期とも言われた90年代。当時、ルナシーは楽曲と世界観がマッチしないという理由で、タイアップを堅くなに拒んだ時代がありました。今は完全に逆行していますが、4枚目のシングル、トゥルーブルーでバンド初のオリコンシングルチャート1位を獲得して、ギターの杉蔵は、今までの俺らとファンの子たちが正しかったことを証明と言ってみせました。その後もノンタイアップでデザイアエンドレスソロで1位を獲得。バンドとして初のタイアップは8枚目のシングルインサイレンスで、メジャーデビューから4年以上も経過した時のことです。いい点と悪い点があるタイアップ。山口くんの反応を見ると、できることならタイアップをしたくないというのがバンドマンの本音なのかもしれません。ネット社会が発達した今、 YouTube や口コミだけでもだいぶいい楽曲が広まるようにはなりましたが、それでも現状はメディアに頼らなければいけないというのが、やはりこのリスナーの意見からも読み取れますね。まあでもそんな大丈夫だと思いますよ。気にせずサカナクションの色を出していってくれればファンはついてくるしと思います。